やったー、来たー。混ぜたらあかん、混ぜそば。これ、濃厚混ぜそば。駆け抜けてますね。結構ここ狭いですからね。これ絶対対向車じゃないやんっていう道ですもんね。さすがなんか気する。さすがは旧街道って感じですね。あ、ここ？あ、違うわ。もうちょいまっすぐですね。これはローソンやった。ドーナツ屋さんのあるローソンやった。ああ、今日も並んでますね、ドーナツ屋。ちょいまっすぐ行って、これ結構ね見落としちゃうんですよね。ほんまにあそこのジンジャーモールの手前まで行って、ここかな？あ、そうそう、この参拝者って書いてるとこですね。これを行っちゃえ。おっと、やばい。で、対向車が来てしまうという、ちょっと避けてもらいましょう。おお、ごめんごめん、ドキドキ。大丈夫、当たってはないです。石にゴンしちゃった。石にちょっと乗り上げたぐらいです。あ、ここに止めましょうか。お、やってるやってる、なんか風船が出てる。やばい。取れるかな。これ取れるかな。結構ね、このタイプ取りづらいですからね。あ、いけた。目いっぱい伸ばしたらいけた感じですね。混ぜそば手裏剣。じゃあここからやな。お、すごいすごい、花がいっぱい、花と風船がいっぱいある。ミニオンが、ミニオンがおる。こんな風船あるんや。おー、やってます。あ、怖い怖い怖い。おー、混ぜそば。これですね。ここ、実は交通量多いですからね。おー、ちょっと引こうかな。ここやな。すごいな。混ぜたらあかん、混ぜそば。あ、でも結構人入ってますね。よいしょ。うん、街は出てないかな。よっしゃ、入ろう。やったー、来たー。混ぜたらあかん、混ぜそば。これ、濃厚混ぜそば。これ何やろ。おはようございます。あ、はい、これ何ですか。あ、スープで。スープか。もうそれでもう終わりなんですよ。あ、スープや、嬉しい。やったー、何スープやろ。スープ付き。卵と、何やろこれ。何が乗ってるんやろ。マヨネーズとチキン。あ、唐揚げか。唐揚げとトマトとカイワレと、これ何かな、タレかな、と下の方に麺とチャーシューらしきのと、しば漬けともやしと麺。おー、美味しそう。混ぜずに食べる。おー、何味、何味と言ったらいいの。何味。美味しいですか。美味しいです。麺太いです。ちょっとこんな感じ。何味か、謎でしょ。謎味ですか。美味しそう。わーい、食べよう。スープ飲みました。スープは何、はい、あったかそう。スープって言ったらいいの。ごまが合うのか。中華、ごまが中華、中華スープ。はい、いただこう。いただきます。間違いない、動画にしちゃった。写真のつもりだった。よっ。あ、これできてない、ごめん。うん、美味しいです。ちょっとごまっぽい感じもするけど、太麺で、あとこっちがめっちゃ重い唐揚げにトマトソースが乗っかってる感じ。はい、うん、あ、こ、うんうん、パプリカもね。うん、何味って言ったらいいの。うん、トマト
遠くにマヨネーズを感じる。うん、うまいですね。どうもどうも。グラニーチキン作りました。ここは、このピタ割りの生姜焼き弁当。手羽先、甘辛ポテト、チキンカツをお土産に持って帰ります。取らんといて。おかしい。買ってきます。グラニチキン。はい、グラニチキン。やったー、やったー。なんかね、多めに。やったー。これ今日の僕の晩ご飯でーす。ありがとう、カジマくん。はい、いい。ちょっと。ディップを買ってきちゃった。あー、ディップソース。うん、買ってなかったっすね。あー、そうな。気ぃ利かへんやつやな。これ僕いただきますね、今おやつに。はい、どうぞ。これチキンカツか。これチキンカツ。チキンカツかな。チキンカツとか大好きですよね、マリさん。チキンカツめっちゃ好き。美味しい。うん、仕事に戻るわ。今日忙しいんだよね、うん、昼もデリバリーでしたもんね。うん。まあ汚いな。え？照明中？撤去？あ、これ？はあ、これいつからやろう。めっちゃ前からあるぞこれ。撤去か。